はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。とあるまとめサイトにテレ朝を退社したフリーアナウンサーがテレビ番組制作の裏側を暴露という見出しを見つけたんで、とことことこと見に行ってみました。ただそれ見に行ってみますと、フリーアナウンサーの古舘伊知郎さんが関西の読売テレビのそこまで行って委員会 NP での発言、さらにその発言を取り上げたトースポの記事をまとめた、いわば釣り見出しの記事でした。確かに古舘伊知郎さんはプロレス実況で名を挙げました元テレビ朝日の社員です。しかしテレビ朝日を離れてからフリーアナウンサーの時代の方がはるかに長いんです。さてそれではトースポが紹介していたテレビ番組制作のタブーとは何か。それは旧ジャニーズ事務所のテレビ局への圧力で、番組制作にも旧ジャニーズ事務所が関与して、古舘伊知郎さんがおっしゃるところによると、何かあったら総引き上げだからなと、タレントジャニーズ事務所のタレント全部引き上げるぞという、この圧力があったというものです。シロがこう言ってます。よく言うよ、本当に抜け抜けとよく言うよって話です。芸能事務所とテレビ制作、まあ、テレビ局がタッグを組むというのは、これ旧ジャニーズ事務所の話だけじゃないんです。何より古舘伊知郎さんの個人事務所の古舘プロジェクト、ここはテレビ朝日の報道ステーションという番組を共同制作していたとウィキペディア先生に書かれております。 TVer で当該箇所を確認しましたが、どうやらそこまで一定委員会というのは台本のある茶番劇のようです。何かというと、古舘伊知郎さんが煽りに煽ってコメンテーターの皆さんがちょいなちょいなとばかりに合いの手を入れて、その合いの手に乗っかるかのように古舘伊知郎さんがさらに前のめりになったところで、番組進行の読売テレビの黒木千秋さんが背景情報を伝えてフォローするという、まるでコントです。コントのようなエンタメにしのごの言うのは野暮、野暮天だっていうことは十分に分かっておりますが、ある意味今年のテレビ界隈を象徴するような発言が古舘伊知郎さんから飛び出していたらしいので、トースポさんの記事よりその箇所紹介したいと思います。だったらここテレビ局への癒着圧力をはっきりしてくれって、テレビ局がどこまで生まれ変わってんのかもあるし、今韓国に対抗できる素晴らしいグローバルエンタメなんだっていう、まあこれはジャニーズ事務所に対してですかね、韓国に対抗できる素晴らしいグローバルエンタメなんだっていう、ここの部分だけ言ってると主張した。韓国のあるいは K-POP のをグローバルエンタメとして持ち上げるという設定で、そこまで一定委員会の台本を書いたのがテレビ局の中の人あるいは関係者であるならば、さもありなん、そんな感じのコントっぽい番組でした。 K-POP に全く人気がないというつもりはありません。ただ今年は K-POP だとか韓流〇〇についてのいろいろなその舞台裏が見えてきた1年でもあったんです。具体的には日本のニュースやワイドショーが K-POP が素晴らしいと持ち上げるかの時に使うビルボード、そのヒットチャートのビルボードにおいて K-POP というカテゴリーが新設されました。韓国メディアの中にはこの K-POP というカテゴリーを作ったことに対して、主要な賞を受賞させないために K-POP だけを押し込めた、差別だ差別だなんていう声もありますが、私はこれを単純に住み分けだと見ております。ヒットチャートにおける K-POP といいますと、定期便のように不正、組織票だとか、あるいはハッキング、これが疑われていて、その度ごとにビルボードは対策に追われていました。これ、いたちごっこだったんです。ならば、別枠でカウントすればよいとビルボードは考えたんじゃないでしょうか。一方、一層、だったら K-POP を排除してしまえばよいじゃないかという意見があるかもしれませんが、K-POP というのは、韓国政府が国策として宣伝してくれるんです。するとビルボードの側からしますと、ビルボードの名前を極東アジアに宣伝してくれる、とりわけ世界第2位の音楽市場を持つ日本でビルボードビルボードと繰り返してくれる、この点において K-POP とビルボードは日本を舞台にした時の共生関係にあると言えるんです。日本でのヒットチャートは長らくオリコン一択でした。そこにビルボードが割り込むのに
韓国政府がお金を出している韓国エンタメが協力してくれるんであれば、ビルボードからするとメリットしかないんです。古舘伊知郎さんがおっしゃるグローバルというのが、ショービズでの、すなわちビジネスでの成功という意味であるならば、グローバルどころか非常にローカルです。ジャパンローカルです。それは K-POP が日本で儲けているということで、韓国の NHK 的存在であります KBS が1年を締めくくる歌謡ショーを埼玉県にありますベルーナドームで開催したこと、ここから明らかになっているんです。言うなれば、皆様の NHK が紅白歌合戦を、あるいはレコ大のような番組を日本以外の、例えばアメリカでも韓国でも、その外国でやっているような話になるからです。この背景にあるのがこちら、収益だと説明したのが BS フジテレビのプライムニュースなどで、韓国側の主張を代弁してくれます一橋大学のクォン・ヨンソク先生でした。クォン・ヨンソク先生によるK-POP を特集したニューズウィークへの寄稿で明らかになったのは、日本で開催された KBS の歌謡祭というのは指定席で22,000円ということで、これ韓国国内で開催しますと、抽選の上で無料で招待をするか、チケット代が発生するイベントでも1,000円から4,000円ぐらいだとのことなんです。つまり日本で開催して22,000円ということは、これが例えば1000円だったら22倍、4,000円だったとしても 5.5 倍、それほどのぼったくり、そういう料金設定ができるということなんです。背景には韓国 KBS の受信料を徴収する仕組みが変わるので、受信料収入が減るという危機感があると解説するんですが、韓国の公共放送なら韓国国内でお金集めてくださいなって思うのが人情というものじゃないでしょうか。ましてやグローバルな世界で大人気ならば、円安の、悪い円安の日本でそこで稼ぐよりも、ドル高のアメリカの方で稼いだ方がより儲かりますよっていうのは、単純に願いましてはのソロバン勘定の話です。ここで韓国は K-POP だけじゃないなんてね、反論があるかもしれません。確かに韓流映画パラサイト半地下の家族はアカデミー賞を受賞しました。これにより韓国映画は日本映画をもう抜いたよなんてね、ニュースやワイドショー大騒ぎしておりました。ところがこれについてもどうやら答え合わせが今年進んだようです。映画雑誌スクリーンのオンライン版に、徹底検証、パラサイトはなぜアカデミー賞作品賞を受賞できたのかとする、これは今から3年前の西暦2020年3月22日の記事です。アカデミー賞受賞を分析したもので、作品をストレートに面白かったと評価した上で、重要な背景情報を紹介してくれていたんです。まずこの記事が書かれた3年前の時点で、アカデミー会員の数を増やして、特に女性や多国籍、そこを意識して急激に増やしたこと、そして多様性を意識する傾向が強かったと指摘します。次にこの時のアカデミー賞の演技部門ノミネート20人のうち19人が白人だった。これにより再び白すぎるオスカーという批判の声が上がっていたそうです。いわばポリコレ的な流れがあったということで、ここでさらに重要な背景情報となる見出しを AFP 通信が掲げていたので、そちら紹介します。アカデミー賞ひどかった、トランプ氏パラサイト受賞に不満と侮蔑。今からほぼ4年前となります、西暦でいう2020年2月21日の記事です。この時前回のアメリカ大統領選挙は始まっているんです。そしてこの年のアカデミー賞で、あの俳優のブラッド・ピットさんがドナルド・トランプ当時の大統領を批判して、これ盛大に話題になりました。ぶっちゃけで言ってアカデミー賞は政治的なんです。さらに言うのであれば、アメリカ大統領選挙にアカデミー賞が何かの影響を与えようとしていた、こんな見方もできるんじゃないでしょうか。そして再びスクリーンのオンライン版の方に戻りますと、韓国が国を挙げて国際市場に対して売り込みをかけていたこと、これを踏まえた上でアカデミー賞の作品賞で最後にスピーチをされたニッキー・リーさんという方を次のように紹介しているんです。サムスングループの創始者のお孫さんで CJ エンターテインメントで数多くの映画をプロデュースした彼女は、
1990年代にドリームワークスに投資するなど、ハリウッドでの活躍の場を広げ、韓国映画の国際的進出をバックアップしてきた。マーケティングにおいての宣伝性を私は否定しません。商売においては広告や広報活動もワンチームだからです。しかしそれが古舘伊知郎さんがおっしゃるグローバルであるならば、現時点の日本は太刀打ちできません。今の時点で日本政府は国内のエンタメ作品 J-POP も含めて、これを我が国における主力産業と位置づけていないからです。シロがこう言ってます。爆死。どうやら神の見えざる手というのは正直なようです。パラサイトのアカデミー賞受賞に貢献したとされます CJ グループ、そのお名前を12月25日のまとめサイト U1 ニュースに見つけまして、その見出しはこうあるんです。韓国エンタメ大手 CJENM の投資が連続爆死、株価がとんでもないことになり、株主から猛突き上げを食らう。パラサイトを生み出した CJENM、 そこの最近の作品が観客を動員できずに投資した制作費を回収できないような状態だというんです。そこから CJ グループが映画事業から撤退するんではないかという噂で持ちきりだという話です。対して今、日本の民間企業の東宝が作ったゴジラマイナスワンがアメリカでの興行収益が100億円を突破し、アカデミー賞の VFX のショートリストに入りました。先ほどのスクリーンオンラインによりますと、パラサイトがアカデミー賞を取った背景情報としてポリコレがあるらしいのに対して、ゴジラマイナスワンはアンチポリコレという指摘があります。ただ一方で、家族の物語だとかデートで一緒に見たい作品という現地の声もあります。ゴジラマイナスワンは本当の意味でのグローバルなエンターテインメント作品として、全米で、そして今イギリスの方でも高く評価されているようです。ここで古舘伊知郎さんのそこまで言っていいんかいの話に戻します。テレビ局がジャニーズ事務所に忖度したんですか？ただ一方で、テレビの側がジャニーズ事務所のタレントさんの皆さんの力を借りていた、この厳然たる事実に触れないのは、さすがの私もこう言ってしまいます。卑怯、卑怯じゃないでしょうか。なぜなら、年内で芸能活動を終了すると宣言をしました旧ジャニーズ事務所、現在のスマイルアップ社長の東山紀之さんの最後の作品になってしまうかもしれない必殺仕事人の最新話が、古舘伊知郎さんもかつてお勤めになられておりましたテレビ朝日系列で12月29日夜9時からその最新作が放送されるからです。私はもちろん放送に異論がありません。というよりも、そもそも引退することに関して撤回してもいいんじゃないかなって思ってる立場です。ところが、あれだけジャニーズ事務所を叩いていたテレビの側が、今しれっとぬめっと旧ジャニーズ事務所所属のタレントさんを起用しているんです。古舘伊知郎さんは元テレビ朝日のアナウンサーで、フリーになってしばらくしてからテレビ朝日の報道ステーションという番組にご出演しただけではなく、古舘プロジェクトという個人事務所は番組制作にもがっつりコミットしておりました。なぜその時、この旧ジャニーズ事務所の創業者のスキャンダル、いわゆる加害の話について取り上げてこなかったんでしょうか。このように手のひら返して、とにかくいじめの対象を見つけては吊るし上げてフルボッコに殴り続ける、これがテレビにおける処世術であるならば、嫌われる努力です。12月24日の産経新聞は、テレビ制作会社倒産地獄という見出しを打っていました。制作費が削られて、制作会社の経営が苦しくなって倒産していくという話なんですが、その重要な背景として、ネット配信が、アマゾンだとかネットフリックスだとか、こうしたものが増えたことによって、広告主が広告費をテレビ以外のネット配信にも分割したことによって、地上波テレビに支払われる広告の配分が消えた消えたやったーとばかりに減ってるということです。そしてジャニーズ叩きの果てに、東山紀之主演必殺仕事人というキラーコンテンツが、かつて古舘伊知郎さんも所属しておりましたテレビ朝日から、消えた消えたざまーと
なるかもしれない現実を前に、いよいよもってテレビの自滅というものの一年を確認してしまう今日この頃でございます。テレビの終わりを確認するかのこの1年において我々の微力は無力じゃないことが確認されました。というわけでみんなで頑張っていきます、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。というわけで番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた一発どうしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、クロスカウンターかやるな何者だ。そしてチョキを出したあなた、名古屋地方でチョキは P、 平和を愛する P さん、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。